あ、喋っていくよ。さあ、始めるよ。前回やったのって、富士でらしい。もう勤労でやるの初めてなんだって。そいつは知らなんだ。まだ地上波ね、3回、これで4回目だって。さあ見よう。ピクサー一面白いと言って過言じゃないよね。言い過ぎですか。もっと他にあるか。どうも、曜日だよー。いらっしゃい、呼び来たねー。一緒に見ようね。あー、おしゃれ。ぜひとも自作もやってほしいとこだけどね。おっしゃんだ。金堂だよ。いらっしゃい。一緒に見る、見よ。早っ、9時に寝てる。はあ、人間の顔の描き方にまだ癖を感じられる。人の顔をちゃんと描いた作品として初だっけ、これ。トイストーリーは顔ちゃんと出てないからね。あ、ごめん、適当言ってる。そうはならんやろ。あ、ハリボテだ。そこなんだ。怖い。初めてのモンスターズインク、ほう。ガオーと言いながら弾いてる。あ、ガオーっていう作品ってことはわかるのか。
危険だけどやりがいを感じる仕事です。あれ、日本で言うと何があるんだろうね。うるせえ。怖いものはすべて。CM で世界観の説明とかうまいよね。喜んでる。いやあ、ヒョピサと姫を集めたいねーって。そんな大したもんじゃないから、このヒョピの姫は。停電。ベロだ。ユニバーシティノートだと練習システムに違和感がある？なんでだっけ？ん？なんでだ？あ、ニワトリなんだ。
あそこ。え、練習システム？ちょ待って、結構見たつもりだけどな。コンタクト。でも確かに矛盾点あんのかな。ああ、掃除したのに。就職難易度でこんな新人雇うか。ああ、確かにエリート中のエリートが就職するところがここか。あ、そうかもね。わかんないです。学校の成績が良かったんじゃない？知らんけど。でもなんとなく納得。あー、ワクワクする。このシステムワクワクする。すげー職場。エリート。サークルでバリバリシミュレーター使ってるのに。確かにそうだな。ユニバーシティ見たいな。やんないのかな。指多いな。
わーこいらっしゃる。もう来ないんだ。三日天下。過去に何があったんだろうね。はあ。はあ。チャイルドディテクション。バリカ。はあ。ああ。びちゃびちゃ。モフモフがコーヒーのようなヘドロ。逆逆逆ヘドロのようなコーヒーじゃないの。ヘドロか、モンスターだもんね。いいやつなのにね。めっちゃ怖いんだよ。こきたてのヒーヒー。こきたてとは。
あ、報告書を切っぱな。うえ、うわ、濡れた犬って臭いんだよ。ん？いいやつ。めんどくせえ。あ、もう間違ってる。日焼けの色。口頭で伝えるな、そんな大事なこと。靴下か。靴下履かないよ。くるぶしソックス。夏は履きたくないよね、靴下。あー、いいとこで CM だ。ほら、靴下だよ。私にも触らせるんだ、尻尾。牛乳を拭いた雑巾の大手頃、うえー、それにロマンを感じるような種族じゃなくてよかった。もっといい匂いがいいな。頭を洗った後の女の子の頭とか。出てきた、出てきたな。いい匂いと感じるもの、新品のすく水とか。ヒーヒーとか。息子はビーチソファーに隠れて恐る恐る観察している。いや、でも見れるよね、きっと。ただ時間的に寝ちゃうかね。1歳2歳にはまだ早くない？モンスターズインク耐えれるかな。新車の匂いとか。お、かっこいいこと言うね。おー、タバコを吸った時の中、あそこに入れるビーズの香りいいよね。こんばんはです。こんばんは。しっぽ。今しっぽ。猫のお腹の匂い。猫好きあるある。保育園誰よりも大きいのに怖がり。見た目と性格は不一致。
もうすぐ寝んね。こっくりしてきた。ユニバース見てねえって。あ、そう。あ、ナイスパ。それスパかな。ユニバーシティもね、やってくれたらいいのにね。なんないんだもんなー。あー、しまった。思いっきり触ってる。ああ。シュン。瞬間移動だ。あ、あ、あ。え、それどうやってやってるの？それスパじゃないよね？スパか？初見です。初見さん、いらっしゃい。いらっしゃい。見よ。何言ってっか分かんないよ。あ、ニモだ。座っちゃうよ。取れて詰まるの。どんな仕組み。髪は切らない方がいいよ。居酒屋で口説いてる。ガラガラヘビ。歩いてる。
生日なのに。ああ、証拠が。あ、寿司屋か。そうか。居酒屋かと思った。まだ君のではない危ねえ子供だ。やりたい放題だ。こだわりだ。ああ目が充血してる。子供の泣き声はエネルギー源。めっちゃ泣いてる。デート中にこんな当てつけはない。マジか。誕生日に寿司屋まで予約したのに。こコツです。新築どうですか？誕生日のロマンチックな夜にデートがむちゃくちゃになったって感じかな。あれは女の子じゃなくても辛い。心に来る。
誕生日がむちゃくちゃになった経験ないからわかんない。1年に1回しかないからね、誕生日は。やっぱデートは浅いぜかな。ネタにされるもん、ネットで。サイゼサイゼ、女子ってだって予約したお店で夜景の見える20階建て以上のレストランじゃないと満足しないんでしょ。一食いくらなの？それ会計の時にいくら持ってけばいいやつなの？一人にの一晩にそんなにお金使わなきゃいけないの？きっと一晩にスイッチぐらい金かかるよ。そんな女子とはお付き合いできない。じゃあもう付き合わなくていい。怖い。優しい。あはははは、かわいい。かわいい。仕事がミラノフードリア一人一つだ。中学生のデートかな。もちろん割り勘だろ。カラオケ6時間返さないから。あ、電気ついてる。フリータイムかなって。もちー
あああここ日本語なんだよね。普段役流れないのにね。いらっしゃい。皮膚に何か注入した話はマダムにしてはいけない。確かに乙女の秘密だよな。肌のツヤがいい。お、なんか注入したね。わ、お、あ、なに、どうしたの、なに、
ち寝ずに探してたんだ。不思議なんですけど、女性の方の多くってランドール好きですよね。なんで謎のランドール人気気になるわ。女性の方ランドール大好き。えって、うん、ニコニコはランドールで盛り上がっております。かわいいやんって。あんなねっとりしゃべるのにちょっと悪いことしようとしてたのに。あの鱗、長い体、紫色、美しいですよね。何、パーフェクトなの？ドアに隠れて、開けて隠れてるやつ探す対決。いっちゃんハラハラするけど、一番大事なところで見逃すっていうね。声優さんハマり役だよね。ザ・ランドールって感じする。気になって声優さん探したことあるんだけど、他の作品でもあんな喋り方するよ。でもランドールが一番ハマってる気がする。ねっとり喋るを男性声優は大成するってことで、このキョンピもねっとり喋ることにするよ。ねっとり。ランドールみたいなキャラいいと思うんですよ。対局でしょ。そう。簡単に言うとどんなの？鱗ねえぞ。紫でもないし。ん、ポッター。ほら！スネープだって人気。ほらほら。コナンの白鳥警部も人気。春風のように爽やかな、あいつ。あいつね、あいつ逆サイズ好きだからとあんま語られないんだよね。結構、実は結構、ね、影薄いよね。バッチリ。絶対違う。名前つけてる。水で濡れた足跡が細くなってくる。細けえな。あ。いじられてる。
あめちゃおこ。バレた。カメラを飛び越えた。お昼の実感。昔はあんなんじゃなかったのにね。ズルではない、サービス残業だ、まあ、言うたらまあサービスだよね、いい意味で。人気だ。しますわ。大事にしてた娘さんがこんなんなったら。どうやってトイレするんだろう。遺骨みたいに持ってる。テンションが違えばキュンとくる言葉。ひどいひどい。
かり角ができちゃって角が立つ。あれはタンク型の入れ物ですな。作ったんだ。佳境に入ってきた気がする。会社の隠し部屋。うわ、自撮りしまった。違う。やばそう。